Hello everyone, how are you? The Olympic game is being held in Sochi in Russia. Do you always watch it? I don't have time to watch it, so I don't really know about it, but at least I know that many Japanese athletes have got gold medals and other medals, which we have to be proud of. はい、私が何と言ったかなっていうのをまたね、ゆっくり何とも見てくださいね。はい、今日も関係代名詞の続きのレッスンをしたいと思います。The first line, I don't remember what I said.はい、今日は What という特殊な関係代名詞についてお話をします。私は覚えていない、私が言ったこととなるわけですけれども、これは初めて見る関係代名詞ですね。 Which, Who, Who's Who, That とは違う関係代名詞、特殊な関係代名詞です。これはどうして特殊かというと、先行詞を含んだ関係代名詞だからですね。先行詞というのは私が言ったこと、ことみたいなものがないですね、この前にね、はい、ないので、これは、特殊なんですけども、その先行詞も含んでいる。どういうことかっていうと、私が言ったことですね、ここをじゃあ皆さんが知っている関係代名詞、今まで習った関係代名詞で言ってみると、ことなので The thing、 こと、どんなことですか、関係代名詞の which でつなぎます。私が言ったをつけますね。Which I said。私が言ったこと。これが今まで習った関係代名詞ですね。The thing which の代わりに一言で What で言ってしまえるという、これはとても便利な関係代名詞。何々のことっていうふうに訳してください。こんなふうに使いますよ。What he likes is different from what I like. What he likes。彼が好きなこと、主語ですね。彼が好きなことは is 動詞ですね。違う、 different from what I like、 私が好きなこととは違うというふうに訳しますね。こんなふうに what he likes 関係代名詞、 what I like 関係代名詞、何々のこと、そういう意味ですね。はい、じゃあ次にもう一歩進みたいと思いますが、先週の復習からやってみますよ。 This is the house which I like、 私が好きな家、これ先行詞ですね。これわかりますね。同じように This is the house でつなげても、ここには in があります。 In which I like、 私が I live、 ごめんなさい、私が住んでいる家ですね。これどうして in があるのか、どうしてここに in がないのかっていうと、先行詞の役目を考えてくださいね。 I like the house、ね、これは I live in the house、 in がないとこの先行詞に書かれません。なのでここには in が必要。 in 前置詞と関係代名詞、もしくは一番最後に in を持ってくる、こんな形でも OK なわけですね。はい、じゃあこれをもう一歩進めますね。 This is a house where I live、 私が住んでいる家です。同じような意味なんですけども、こちらには in which を使って、ここは where を使っています。これは何かというと、関係代名詞ではなくて副詞と言います。副詞というのは動詞、形容詞、名詞にかかっていく、そういう品詞でしたね。はい、ちょっと副詞について見てみましょう。 I went to Tokyo、 東京へ行った。 I went there、 これ副詞です。副詞ですね。これはどういう意味かというと、そこへという意味です。なんか似てますけども、ここは東京、これは東京という意味ですね。へ行ったです。これはそこへという意味があるので、ここには to はいりません。このへという to はいりませんね。はい、そのまま動詞の went に書かれるので、これは副詞ということが言えます。東京は何詞ですか、名詞ですね。東京へと、こんなふうに to、 前置詞の to と一緒に使って初めて動詞に書かれるわけです。なので to 東京、 to は前置詞で東京は名詞ですが、 to 東京となって初めてここは副詞としての役割を果たします。ここは句になっているので副詞、句ですね。前置詞と名詞で副詞になるんだということですね。 in which、 前置詞と関係代名詞は名詞です。前置詞と名詞で副詞になるわけです。いいですか。 in whichin に限りませんよ。これはたまたま live in the house なのでいいんですが、 to、 このように to だったり at だったり on だったりいろいろするわけですね。前置詞と関係代名詞は
場所であれば where、 他にも関係副詞ありますが where のような関係副詞一言で言い表すことができる。ちょっと難しい内容でしたけれども分かりましたか。じゃあ関係副詞についてまた次回詳しくお話をしたいと思います。 I hope to see you next week. Bye.